はい、西田の新選組のチャンネルでございます。今来ているところは、東京都ですね、青梅市の、某所に来ております。はい、びっくりしましたね。完全にですね、ロックオンされている、元青梅市議会議員の、先生ですね、発見いたしました。今向こうにね、映っているのが、妨害ジジイでございます。有名なですね、青梅市の、政治家をですね、妨害する、妨害ジジイでございます。演説等をね、妨害する妨害ジジイでございます。はい、うん、いや、びっくりいたしましたね。このね、ロックオンされちゃってる人、うん、こちらにいるんですけど、うん、まあもうね、わかる人はわかるんですけど、わかる人はわかるんですけど、こちらの方、うん、まあ二連のぼりね、掲げてね、政治活動しておりますけれども、大瀬町俊明さんが、今で、政治活動しておりますよね、大瀬町さんね、うん、二連のぼりね、下はですね、中田博さんですかね、元横浜市長でですね、今現在自民党のね、国会議員の先生ですよね。うん。で、今ね、大瀬町さんね、こうやってね、朝の、ご挨拶しておりますけれども、うん、政治活動しておりますけれども、いや、もう完全にね、うん、こちらね、妨害ジジイなんですけど、ロックオンされちゃってますね、完全にね。びっくりでございますよ。完全にね、ロックオンされちゃってますよ。今年のですね、4月にですね、青梅市議会議員選挙出られた方もですね、何名か、この妨害ジジイにですね、ロックオンされちゃっておりますので、十分ね、気をつけてください。はい、現場からは以上でございます。西多摩新選組のチャンネルでございました。